ニーデルンベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に、属す、町村。ニーデルンベルクは、フランクフルトアムマインの南東約 50km に、位置し、約 10km 北に、アシャフフェンブルクがある。この町は、ミルテンベルク軍で最も北にある町で東西を、丘陵に挟まれた、マイン川に面している。ニーデルンベルク付近のマイン側その地理的な位置から、 ニーデルンベルクは昔から冬に発生する洪水と戦ってきた。特にマイン川に近い地域はしばしばその巻き沿いになってきた。氷の流出を伴った洪水は特に危険であるため、1559年に町の防衛施設の南東角に氷除けのガードが建設されたが、期待された効果は得られなかった。これまでニーデルンベルクを襲った最もひどい洪水は、 1784年2月の雪解け期に起こったもので、通常から10メートルも高い水位となった。この洪水では、船や小屋が流され、家畜小屋の中には家畜を繋いだまま流されたものも、あった。町域は主に西に向かって拡大した。北は、洪水調整地、東は、マイン川、南は、故障地域となっており、拡大の余地がないためである。とはいえ、 西側にも限界があり、連邦道 B469 号線がその境界線となっている。この町は、北から時計回りに、以下の町村と境を接する、アシャフフェンブルク、ズルツバッハアムマイン、グロースバルシュタット、メムリンゲン、グロースオストハイムこの町は、公式には、ニーデルンベルク地区単独で構成されるが、事実上4つの部分に分けられる。オルツケルンには、 大変に古く、愛情を込めて手入れされた木組建築が見られる。この地区にはこの他に、聖キリアクス協会、町役場、二つの銀行、2004年に修復された15世紀の町の防衛施設、本家庭学校、聖キリアクス幼稚園がある。ネルトリヒノイバウゲビートには、多くの町営の住宅地や広場がある。この住宅地のさらに北側には、新しい墓地、 建築資材置き場、汚水処理場がある。ゲビートターフェルは、ターフェル産業地区、四つの外区からなる、ターフェルエッカー住宅地、水道等がある。また、基礎家庭学校、存年社員幼稚園、ムジクムと呼ばれる、ニーデルンベルクムジークコルプスのクラブハウスなどがある。ゼーンゲビートは、かつての町長の名にちなんだ、ハンスヘルマンハレの南に広がる。ここには、ゼホテル、 2005年に一般開放された水浴場、ホーニッシュビーチと別荘地がある。このほかこの地区は三つの湖からなっている。ジルバー湖、ズルフ湖、アングラー湖である。年間平均気温が摂氏9度を超えるニーデルンベルクはドイツで最も暖かい町の一つである。 シュペッサルトとオーデンバルトという、いずれも森の豊かな産地に守られた地形がその要因である。ニーデルンベルクに人が住んでいたことを示す、最も古い出土品は新石器時代に遡る。この地の大きな変化は、紀元前から紀元後に変わる頃に、ローマ人支配と共に訪れた。紀元一世紀に、ローマ帝国は、マイン川までを半島に収めた。 帝国国境の防衛のために戦略上重要な地点に築かれた城にローマ兵が駐留するようになったのである。ニーベルンベルクの起源は帝国の東国境であるナッセンリーメス沿いに83年から150年の間に築かれたこうしたローマ時代の城にある。144-135メートルの大きさのこの城は東側すなわちマイン側に向いて立っている。 しかし、町の中心部の平面図は、道路の道程に基づいており、ハウプトシュトラーセとキルヒガッセは、かつての戦略道路にあたる。ニーデルンベルクは、北、イタリア及び、スペインで徴兵された約300人の屈強な部隊、コホース・アイ、リグールーム・イ・スパノラムの中屯地であった。トスイグチのマスク・マルセイリューズ・スティンや1963年に、発掘された。 墓地跡といった興味深い遺跡がニーデルンベルクに配備されたローマ人たちの生活に関する情報を与えてくれている。1964年には本通りの工事現場から制度性の塗水口用マスクが発見された。これはこの種のものとしてはアルプスの北側で発見された唯一のものである。このマスクは現在、 アシャフヘン博物館の目玉展示品となっている。ニーベルンベルクの最初の文献記録は1095年のものである。ディマー・フォン・ライディレンバークがベルク・シュトラーセ沿いのロルシュ修道院に、その娘修道院にあたるシュタインバッハ修道院の維持のためにプフング・シュタットの所領からハンフーフェの土地を送ったというものである。 1340年にはすでにニーデルンベルク、礼拝堂が作られており、この礼拝堂から現在の教区教会である聖キリアクス教会に発展したというのが一般的な説である。1461年に建設されたこの教会の塔と内人が現在も残されている。1897年に司祭、ゾイベルトによって増改築がなされ、 1931年にも行われた。教会の塔の南側には、1822年に、ここに埋め込まれた、三神院、ミハエル・グロースの墓碑がある。彼は30年戦争の際に、持ち前の勇気でニーデルンベルクを、スウェーデン軍による破壊から救ったという伝説を持つ、人物である。現在の町域の北西部、いわゆる、タンネンベルト避援は、 中世後期には、ゼント・バッハガウの形状で、ニーデルンベルクに属していた。ゼントの裁判所自体は、グロース・オストハイムに属しており、罪人は形状への最後の童貞・歩みを踏み出したのである。19世紀までニーデルンベルクは堅固な防御壁で囲まれていた。この壁は、現在のトゥルムガッセ沿いにあり、裏壁の一部が、現在も保存されている。この壁は、 しかし住民たちを兵隊から守り通すことはできなかった。30年戦争時には人口はそれ以前の1、12まで減少した。19世紀には住宅難、度重なる、共作、社会的苦境から多くの人が故郷を捨てアメリカ合衆国に移住した。この世紀の終わりになってアシャッフェンブルクとその周辺地区に 男性医療品を製造する工場が作られ、経済が回復した。教会については、ニーデルンベルクは8世紀初めから1803年の世俗化まで、マインツ大司教区に属した。その後、1820年までは、カール・テオドール・フォンダールベルクと共に、レーゲンスブルク司教区に属した。1821年になって初めてニーデルンベルクは、 ビュルツブルグ市教区に属すこととなった。何世紀もの間、ニーデルンベルクは大きな通商路から遠く離れた、ひなびた場所であった。シュペッサルトとオーデンバルトに挟まれたこの辺りでは1994年にマイン川の水運が閉鎖された。この頃には、ニーデルンベルクは構造的に大きく変化し、元々の牧歌的な農村の風情はほとんど残っていなかった。 ラインマイン地区のアウトバーンのインターチェンジにアクセスが良いことから大規模な工業地域や産業地域が用意された。2001年に完成したマイン側の橋が南部の町境付近への企業進出を助長している。実際に電子企業、コンピュータ企業やセメント加工業者が進出している。ニーデルンベルクはその反動を2002年の M S. エレクトロニック AG 倒産という形で被った。これにより、合計1800人が失職し、ニーデルンベルクだけでも600人の職場が失われた。この突然の解雇通告に対し、活動的な専門家が異議を唱え、大規模なメディアを巻き込んだ騒動となった。WDR は、バンクジェハイムニサというタイトルでルポルタージュを作成し、 この番組はドイツで現在まで何度も放送されている。ニーデルンベルクでは、住宅地ターフェルエッカーが4つの区画に分けて、造成されつつある。ここは200人の住人の住居となる予定である。最初の造成区画は完成しており、予想外の需要を示した。聖キリアクス教会ニーデルンベルクの人口の70%が、カトリック信者であり、聖キリアクス教会に属している。 1999年からニーデルンベルクにある、福音派自由教会のクリストゥス教会は特に、週末や、教会祭に宗派にこだわらず人を集めている。最も近いプロテスタント教会は、グロースオストハイムにある聖シュテファヌス教会である。ニーデルンベルクの長議会は16議席からなる。2008年の長議会議員選挙の投票率は56.97%であった。 ニーデルンベルクの町長は2000年からユルゲン・ラインハールトが務めている。ニーデルンベルクの町の紋章は1959年8月3日に発行した。この町の紋章は赤字に強壁のある金の牢門。その開口部アーチの中には浮かぶ銀のマインツの輪が描かれている。この紋章の草案はミュンヘンのメルツバッハー博士によって作成された。 この文章の意味する内容は以下のように解説される。ニーデルンベルクの起源がローマ時代の城に由来することを強壁をいただいた縄文で表現した。また、1292年にはすでにマインツ領に帰属していたことが証明されており、マインツの輪はこれを示している。姉妹都市定刑30周年記念ワインキたフランスに位置するサンテとニーデルンベルクは、 スポーツ交流から1696年に友好協定を締結に発展し、これが1975年5月3日の姉妹都市協定へと結びついた。両自治体はこうしたやり方で国際協調に寄与する役割を果たしている。その後両者は安定した協調関係を築いており、1979年からは毎年5 8 0トル離れた。 両社間での交換留学制度を設けている。演劇グループ、ディブレヒカッツェンは1988年から毎年秋に新作の発表を行う。観客の大変に好意的な反応は多くの週末公演が完売となり、ニーデルンベルクの外へも公演に出かけるといった現在の状況をもたらした。ニーデルンベルクには博物館がないのだが歴史クラブは ニーデルンベルクとその周辺地区の発展過程を紹介する歴史博物館の計画を実現に向けて長年にわたって努力している。自然、観光、スポーツ、レクリエーションの施設が多くあるにもかかわらず、ニーデルンベルクは観光の街にはなっていない。2003年の夏半期に、ニーデルンベルクには7115人の宿泊客があったが、その多くは、 ビジネス客によるものであった。このため、平均滞在日数は、比較的、短く1.4日であった。税ホテルニーデルンベルクの宿泊施設としては、税ホテルや、カフェを併設し、多くの客室を有するメッツゲライ、ラインハルトがある。商工会の状況報告によれば、ニーデルンベルクの税員プラッテの一部を、休暇、保養地とし、ニーデルンベルクの観光活性化に、 プラスの効果を及ぼそうという計画が実現されつつある。また、連邦道 B469 号線の西側、グロースオストハイムとニーデルンベルクの間にゴルフ場が建設中である。ゴルフ場の大半はニーデルンベルクの長域に属し、一部はグロースオストハイムに属す。合唱サークル、愛に控えとは様々な栄養を獲得し、合唱コンクールでは常に 優秀な成績を収めており、大きな名声を得ている。しかし後継者不足から、現代の曲、時には、英語作品も演奏する、新たな合唱団、ビアノバを設立して、新しい道を切り開こうと試みた。しかし、2005年にこの2つの合唱団は別の、運営上の問題から、ビアノバ愛に控えととして統合された。 1985年からゴスマンスドルフの音楽サークルと親善交流を行っている。現存する最も古い部分は1461年に遡る聖キリアクス教会は現在でもニーデルンベルクのカトリック教会の教会堂である。左岸性の聖母像を有する1461年建造の塔と 旧内人はゴシック様式に基づく、ライン様式という、同じ様式で建造されている。1988年に完成した、ハンス・ヘルマンハレは、多くのスポーツクラブに、トレーニングや試合に利用されている。コンサート、大きな催し、主的な式典は、主に週末に開催されている。2005年に、この多目的ホールは大規模な改修がなされた。かつては、 斬新さを称賛されたこの建築から、水漏れや安全とは言えない、天井構成といった重大な欠陥が見つかったためで、ある。ニーデルンベルクの水道塔、ランガーアダム・ニーデルンベルクの象徴的、建造物として挙げられるのが、1958年に建設された、水道塔、ランガーアダムである。1820年代までニーデルンベルクでは7つの、 つるべ式井戸が使われており、1834年にポンプ式井戸に改良された。1859年には乾燥した夏に、しばしば起こる水不足を解消するために井戸を深く掘り下げることが、町議会で決議されている。しかし1928年からマイン川の運河化がなされると地下水が上昇し、井戸水が腐敗するようになった。近隣市町村で、 共同の浄水道システムを設けて安全性を保とうという計画は第二次世界大戦の勃発により実現しなかった。1954年に最初のチフス感染が起こり衛生局が検査したところ全部で13の井戸のうち12の井戸で飲み水としての使用が止められた。やがて施設の水供給業者の水によっても病気が発生し早急な対応が求められた。 この年に、上水道施設の建設計画が策定され、1958年までに、排水管が付設されて、屋内配管と結ばれた。必要な水圧を得るために、水道塔の高さは44メートルあり、他の市町村のような高架式水槽型のタンクは、設けられていない。ニーデルンベルクの水道塔は、直径10メートル。 溶石25万リットルの防水スチール層が2本あり、水槽内の気圧は3.5気圧に設定されている。水道塔の茶色、黄色、灰色で塗装は1982年の改修時になされた。これ以後水道塔の外観は、モバイル通信用アンテナが取り付けられたこと以外、変わっていない。 マイン川に架かる、ニーデルンベルクズルツバッハ橋2001年に、ニーデルンベルク町内のマイン川上に、道路橋が架けられた。この橋は、支持部の間が150メートルあり、通常は垂直である、ハンガーロープが斜めに交差する形で架けられた、ドイツでも珍しい構造の橋である。ニーデルンベルクは、人口に比して、多くのクラブ、サークルや教会がある。 スポーツの分野では、例えば、伝統的なスポーツフィッシングクラブ、自転車ポロクラブ、電車ハトクラブ、ライゼルスト、体操クラブ、DJK スポーツ連盟、クラフトスポーツクラブ、ゲルマニア、ヨットサーフィンクラブなどがある。サッカークラブのシュピールフェライニングングニーデルンベルクには、障害者チームもある。また、テニスクラブ、ボーリングクラブや、テーブルフットボールのクラブもある。 ニーデルンベルクには、バイエルン籍十字、ドイツカトリック青年同盟、ドイツセイゲオルクボーイスカウト団の地方支部があり、1855年には、すでにその前身が存在した、自衛消防団やカトリック青年団がある。歴史クラブは、その多面的な活動で、ニーデルンベルクで重要な地位を占めている。カーニバルサークル、NCV ニーデルンベルク EV は、地域を越えて、 広く知られている。ニーデルンベルクには、国際的な食事から、地方色豊かな食事まで、たくさんの食堂、レストランが存在する。地域を超えて、特に有名なのは、町役場のすぐ隣にあるレストラン、ブレヒエルネカッツ。この店からも遠くないワイン系食店、スムバグナー。静かな環境にあり宿泊施設もある。税ホテルなどである。 現存する、最も古い食堂は、1875年に、種類小売免許を取得した、ツワゲミュートリヒカイトと1867年には、すでに私森や船員たちに飲み物を提供しており、1896年に、公式に営業を開始した、マインアウスジヒトという名前であったである。ニーデルンベルクの砂利採掘場は、ニーデルンベルガーゼープラッテとなった。 この土地は大小多くの故障で構成され、ニーデルンベルクの南部に位置している。ゼープラッテは長い間ニーデルンベルクの厄介な問題となっていた。夏になると、軍内全域から数千人の人々がこの地の湖を飛行人の水浴場として利用しに訪れるようになった。そうした人たちが路上駐車することで軍道を見る38号線が、 交通麻痺するようになったのである。また、無許可のグループがひどい汚染を引き起こす事態が、湖畔の広い範囲で起こった。2004年、公営水浴場の建設が決議された。この水浴場は2005年のシーズンに完成し、その状況改善効果は明らかであった。町は、ゼープラッテの観光資源としての潜在能力を評価し、 将来的にはこの分野でより一層の開発を行うつもりである。その第一歩として後半にホテルを設けた。ただし現在はまだビジネス客が主な客層である。2006年10月18日に町議会は税ホテルの拡張を許可した。ホーニッシュビーチバイエリシェウンターマインはラインマイン大都市圏の辺炎部に位置しており、 構造的にこの大都市圏を施行する傾向が強い。連邦道 B469 号線とアウトバーン A3 号線によるアクセスが容易であることが、工業及び主工業者がこの町に進出することを助長している。道路、ニーデルンベルクは車での便が良い場所にある。連邦道 b 六十九号線経由で、アウトバーン a 三号線及び a 十五号線に、 接続できる。ニーデルンベルクの道路網の総延長は3 2トルである。公共近郊交通大きな鉄道駅は1 5トル離れたアシャフ,フェンブルクにある。バス路線の60系統及び56系統がニーデルンベルクを経由している。この路線バスは、ウィークデーは1時間ごと、週末には2時間ごとに運行している。港ニーデルンベルクは、 水路からも到達可能である。最寄りの大きな港はアシャッフェンブルクのフロース港である。この他に工業港のアシャッフェンブルク港がある。この港はウンターフランケン地方最大の港である。空港この町からあまり遠くない場所にフランクフルト空港とアシャッフェンブルク飛行場がある。この他に隣町のオーベルナウニグライダー用飛行場アルテンバッハがある。 ニーデルンベルク最大の雇用主は1974年からある従業員約160人を要するアビ社である。この会社は地下工事の分野では主要な企業の一つに数えられている。この他にグリースデコカンパニーはこの町に本社と営業所を置いている。また近年フルーゲルセントルム周辺に多くの企業が進出している。その中には ノルマやレーベーといったスーパーマーケットや S オリバーのアウトレットショップなどがある。ハンス・ヘルマン・ハレ・ニーデルンベルクのあだ名がホーニッシュであることは広く知られている。これは助動詞のハーベンを発音するときの名に由来する。特に高齢の地元の人はハベイヒをホーニッシュと発音することからこのあだ名が生まれたのである。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。